ようこそベルベットルームへ。新たな地どのようなペルソナをご所望で。良い選択かと存じます。引き継ぐスキルをお選びください。新たな力は始まります。おやめになりますか。また
わゆる錯視が起きそうな模様ですね。脳の混乱にご注意ください。確かにずっと見てると目が回ってきそうですね。優勢であります。集中して狙いましょう。恐れがあります。機嫌、私からのお願いです。素晴らしい成果の後、それで、あの、
が爆発。皆さんの勝利です。よし、お疲れ様でした。お疲れ様です。大丈夫ですか？無理はしないでくださいね。襲撃で出る殻の薬莢ですが、道しるべとして使えないでしょうか。あ、シャドウがいますね。シャドウ発見。戦闘態勢に入ります。階段を発見。キープしてますね。登るところ、やった。この階へ行くほど内部の異質さが増している気がします。は、珍しいシャドウ。好機であります。集中して狙いましょう。行くよ。
注意してください。なるほど。頼む。カラネミ。皆さんの勝利です。負けませんよ。お疲れ様でした。アイス大丈夫？気力は？問題ありません。全て明らかになる。今は前に進むしかありません。黒丸、一緒に頑張ろうな。今ならいけそうです。
ういうことペルソナ。容赦ないな。あ、まだこんなにしないで。この状況はペルソナ発動。みんな消耗してます。回復を優先してください。私にもコロマルさんのような嗅覚があれば策的に役立つのですが。コロちゃん、何か階段がありますよ。やだ。いつでも行けます。ご指示を。あ、いる。死神です。
ルさん、やる気十分でありますね。我々も続きましょう。私もいつか大幅なアップデートをするべきなのでしょうか。階段を発見。あの、そのフロアが。私からのお願いです。素晴らしい。ええ、ふふ。それでは、お疲れ。やるわよ。うんうん、やるじゃ。あれ、そうだろう。これ僕が考えた豊かな森に生まれたんだけど、だから餌もろくに取れなくて、森の住人たちは彼のことを嫌ってる。そんな一人ぼっち、それはうまく小鳥は彼の背から飛ぶ練習を毎日したんだ。なんだかこれ、そう、僕は今まで、でもだけど、この間僕のための幸せな話を、僕がそこにもうすぐ風が吹いてく時間、そう
き。ほんと何回目よって感じ。あっと、私もそろそろ帰ろ。望月良二ってわからないことね。よろしくね。彼はご両親のお仕事、そういうご家庭なのでな。ね。さて、そこ空いてるわね。左から2列。ですから先生、そのせそういうのはいないのと同じって言ったでしょ。世の中は椅子取りゲームの。こんにちは。ごめん。あなたはダメです。え？ダメって？食事あいげいきなり僕なんだ。同じ転校生キャラとして、しても先生の相手もしてほしいわ。ちゃんと聞いてね。こちらこそ。あとね、時間ある。ああ、望月、お取り込み中のとこ申し訳。転校手続きなんかの書類、あとはあなたも。ちょ、じゃあこれ持って帰って。どうも。君もまた明日。ああ、そこにある段ボール。そう、中身が音楽部宛ての荷物代理。嫌味たちじゃなくて、江田先生から。これを細腕の先生に持たせるのは。話。あなたたちの原告の点数いい。僕一人でやって。音楽室の場所。思ってて。でも見かけによらず力。へえ、運動部？部活って興味ある。そう。これ。君はイヤホン下げてるし、きっと音楽とかす。じゃあ。まあ、見て。君にいいところ見せて、仲良く。こっちはまだ慣れてなくて、だからいろいろし。君も春に。これも何かの縁だし、僕と共いいでしょ。僕も君のことをずっと前から知ってた。そうそう。
連絡先見せてくれる？ありがとう。暗くなるまでにはまだ、これからが、弟と僕ね、二卵性の双子だったの。末光の不細工な方って言われて、いつも兄弟で、弟をさ、よく意味もなく、中二の時に一緒に買った肉まんを食べて、弟が食べた方の肉まんだけが豚肉の加熱、僕ね、その時泣けなかったんだ。ありがとう。でも分かってる。弟の分までね、頑張ってた頃もあったんだ。英語の通信コース。でもね、弟ならもっとうまくやれ。食べてる時だけが安心できるんだ。ね。これがグルメキングの正体さ。こんなんじゃ一生か。僕は僕。そっか、君の言う通りだ。こんなか。ありがとう。我は汝、汝は我、ここに月の力は、その今こそ月の気。ああ、
突然だけどね、チミ。だってグルメキングになるんだから。今日が二代目グルメキング。何も知らない商店街の皆さん。今までの僕は偽物だから決めたんだ。フードライターっての食べることをして、いつか死んで天国で弟に会えた。僕は世の中のうまいものを、それ僕が本当のグルメ。失脚しちゃったけどさ、三代約束するよ。あれ、弟の話をしても平気だっていうか、葉隠れのラン。おかえりな。おそらく調べてきたけど、ほら、コーチ引き受けて適当メニュー組むのに。にしてもフォームを見直す小学生って。でもそう言われるとなんかやる。休むと小学生は、俺たちまだ全然いけるよ。でもな、メニュー変えた方がいいかな。本当？うん、そうだね。いい？この約束、その代わり約束を守っ、これでどう？5番コーチ、なんか言った？はい！でも
さっきはそのやっぱ一緒に行こう。あの子たち、後で1本だけでいいからさ。